ふうと言います。よろしくお願いします。出身はですね、生まれだけ都内なんですけど、もう3年経ったら本当に飛んで埼玉して、今のところにいます。実際のところ小学校1年生の頃に、ゲームセンターというものを見つけてそこに行ってで始めた感じですね。セガのアーケードの、まあアーケードゲームですが、アーケードのサムライか、あるいはまたアーケードにあったカメレオンアーミーか、そこら辺だと思います。ゲームウォッチのファイヤーを誕生日の時に、親に買ってもらいました。それが初めてになります。まあそんなどれもこれもうまくはないですけど、どれもまあまんべんなく好きかなって感じで、何でも好んでやるような感じです。人生を変えたゲームなんですけど、これは電脳世紀バーチャル、バーチャルですね、の最初のやつになります。まあ理由としてはバグに入るきっかけが、バーチャルの対戦仲間を募りたいということで入ったので、それが理由となります。今ですね、ゲームはですね、まあそんなにこうしっかり数えてないんですけど、だいたい300本くらいはあるんじゃないかなと思います。本当に思いますです。ちょっと困る。嘘だ嘘だ、ダウト。本当だよ。いや案外ね、案外ないのよ。数的にはないのよ。隠してるだろう。隠してるのはね、とある方で。スイッチの中にいっぱい隠してるだろう。この隠してるのはとある方ですよ。かなり有名な。好きなゲーム機なんですけど、これはゲームボーイミクロになります。なぜかっていうと、基本的にゲームってね、絵が綺麗になったりあれしたりっていうのは、ゲーム性としては一番スーパーファミコンくらいがいいなというふうに自分で考えてですね、でそのスーパーファミコンをいつでもどうでも簡単に手元でできるとなると、ゲームボーイアドバンスになるかな。でゲームボーイアドバンスのシリーズの中で一番こうまあよくできてるなと思うのがゲームボーイミクロになるんで、そんな理由でゲームボーイミクロが、大好きです。今高くなってますよね。なかなか好きなアクションゲームなんですけど、そうですね、レッドデッドリデンプションが好きです。これはもう Xbox360 を買って、もう本当に猿のようにやったような感じで、あれはこれはいたずらもしたりとか、本当にちゃんとしたゲームをせずにみたいなこともちょいちょいとやって、本当にしゃぶり尽くしたような感じになってます。2もやりたいんですけど、プレステ4を持ってないんで、まだやってません。やりたいです。スイッチでぜひ出してください。これはまあいろいろあるんですけど、あえてこうメガドライブの悠々白書、4人で遊ぶやつですね、あれをこうとりあえず出させていただきました。あれってもう実際やったのが実はメガドラミニに入ってるやつで、4人でワイワイやったんですけど、まあワイワイ感はなかなかいいなと、ゆるく遊べるし、かといってしっかり遊べるかというと、もうちゃんとこうしっかりも遊べそうな感じだし、とってもいいゲームだなと思います。スーパーミコンの新鬼ヶ島、あれが好きですね。なんとなくこうほのぼのとした感じと、あとこうもういかにもあるこうコマンドの選択のやつで、すごくこう簡単に落とし込んだ感じで、雰囲気、あといろんなこう謎を解くこう仕掛けもちょこっとこうひねってあるところもあったりとかして、雰囲気が大好きです。これ好きなシミュレーションゲームはですね、ファミコンのホトトギスというゲームなんですけど、コマンド制じゃなくて、ボードゲームのこうあれなんだっけ、シミュレーションゲームと同じような感じの、こうなんだ、戦闘のターンとか、内政のターンとか、こうそれぞれこう決まったやつをやるっていう風になってて、実はですね、今日ですね、これホトトギスシャツを着てきてます。手作りですか？
いえ、手作りです。そうじゃない。そうじゃない。昔ね、ふにょきもの T シャツっていうものが売ってましてね。で、それで、買わせていただきました。今着てる人そんなにいないでしょうね、おそらくね。ドラガントシリーズが好きです。やっぱりその、ゲームセンター黎明期の頃から、こう、ちょこちょこゲームセンター遊びに行って、こう、みんながこう、夢中になってドラガントをこうゲームセンターでやってるのを、まあ、私当時お金そんななかったのでこう眺めたりとかそんな感じで、見ていたのと、あとはまあ、まあしばらく経って中学生の頃になって、あのドラガントのこう続編のリターンオブイシタとか、 あれはもうあのもうあーゲームセンターで、少ない小遣いをこう出しながらこうちょこちょこと、キャラクターを育てたりとかして遊んだ、まあ、あの思い出深い、シリーズになります。好きな、スポーツゲームなんですけど、あんまりスポーツゲーム好きっていうか、これといったものなかったんですけど、あえて一つ、あのゲームセンター の、 あのワールドクラブチャンピオンシップフットボールって WCCF って省略されるあのサッカーのゲームがあるんですけど、それがもうあれに関しては本当に2001年最初の、バージョン2の頃から、やってます。まあ、最近ちょっとご無沙汰してる、あとフッティッサーになってからもちょっとあの薄めにはなってるんですけど、やっぱあの好きなスポーツゲームはずっと WCCF が一番最初に出てくるような感じになります。これはですね、最初にドリームキャストでやった、まあアーケードでも当然ながらあったんですけど、イカルガが好きです。あの白と黒のあのだけの世界観、あとはあのシューティングとしてもね、ちゃんと練り込まれてすごくよくできた感じのあのゲーム、あのクリア しようと思って一生懸命頑張ったんですけど、なかなかね未だにクリアできてないんですけれども、でもあのたまにこうちょっと手出したくなる感じの、なかなかすごくなかなかというかすごくいいゲームだと思います。これはリズム天国シリーズが好きですね。最初、アドバンスかなんかで出た時もその最初から、あ、これはみたいな感じでこうスッと入っていけた、もう軽いミニゲームみたいな感じのもので、こうかといってこう軽いかというか おそ松かというとそうでなく、もうちゃんとこうしっかり返した感じで、ね、できてるいいゲームで、もう何作も出てますけど、私どれもあの大好きです。とスーパーファミコンのパネルでポンが好きです。パズルゲームは あんまり得意ではないんですけど、パネルでポンだけはなんとなくあの自分が上手くなったような感じがするようなプレイがなんとなくぼんやりできている感じがします。かといって強いかというとそうでもないと思うんですけど、ね、やっぱり上手い人はねとても上手いですからね。 あのゲームはもうずっと昔から大好きです。ときめきメモリアルの1と4を、取り上げさせてもらいます。1はねもう爆発的な人気があったゲームですけど、4に関してはプレイステーションポータブルで出ただけで あんまりこう取り沙汰されないんですけど、1の、世界観の20年ほど後で制服がちょうど自分の年からか自分の世代から変わってみたいな感じの微妙なところもあって、その1の、世界 の、 そのくすぐりとかもあったりとかして、本当によくできたゲームだと思うんですけどね、ちょっとなんかいまいち人気がなくて、ちょっとなんかなんとも口惜しいななんていう感じをいつも思っていたりなんかします。好きなアーケードゲームですけど、まあこれはもう電脳世紀バーチャロンで、これと言ったらやっぱバーチャロンになるかなって感じですね。最初のやつもそうですし、次のオラトリオダンガラムなんかもこうゲームショーとかあそこら辺 のショーかなんかでもう長蛇の列に並んで必死こいてやったような覚えがあります。でフォースに関して もあるところに本当に必死こいて出張してみたいな感じで、もう猿のようにやってたような覚えがあります。うまいかどうかは別です。周辺機器と言っていいのか、鉄器コントローラー、ごついあれは最高ですよね。あれが大好きです。実際のところ、ソフト一つの値段としては、確か19,800円と、えらい高い値段でね、あれですけど、やっぱり、ごついコントローラーは、男の子の憧れなんじゃないですかね。あれに勝る周辺機器を考えるのは、なかなか難しいと思いますけど、なんとと、
思います。いつからアナログゲームをやり始めたかっていうと、多分ですよ、これ本格的に やり始めたっていうか、あの子供の頃もやってたんですけれども、あのちょっとまあやれなくなった時期があって、本格的にこうやり始めたのが、あの10年以上前になるのかな、バグの集まりにですね、あの帽子があのドイツのボードゲームを持ってきてくれたんですね。でそれがえらい面白くて、あね、ボードゲームってもうあのその子供の頃にその終わったかなって感じはしたんですけれども、まだこういう文化もあるんだなっていうことを知ってですね、あこれはね、どんどんいろんなものやってみたいなっていうふうになって、それからやり始めたような感じになります。これはですね、小学校1年生の時に同級生の家に遊びに行って、そこでやらせてもらった人生ゲームになります。多分一番最初のバージョンとかの、ね、人生ゲームになると思うんですけど、まあ、あれは、やっぱりあのボードゲームっていうのを初めてやったんで、すごく印象的だったのを覚えています。もう勝った負けたとかほとんど覚えてない。あとあのそこで確かその人のうちお姉さんかなんかもいて、宝のデートゲームとかもあのやらせていただいた覚えがあります。これはですね、あの先ほど あの人生ゲームが面白かったんで、あの自分家にも欲しいなっていうんで、あの親に頼んで人生ゲームを買ってもらったのが、最初になります。これもね、さっきのようにあのちゃんと数えてないんですけど、多分ですけど大箱そのカードゲーム含めてで100本以上は多分あると思います。でも200はないかなって感じがするんですけど、実際のところちょっと微妙です。で好きなボードゲームなんですけど、トップバナナというボードゲームが大好きです。このトップバナナなんですけど、ツイッターの自分のツイッターのあのプロフィールとかにイラストで出てるんですけど、そのイラストがですね、じゃ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 んとかでイラストレーターやっていらっしゃるあのモニョピタポミッチさんって方がいらっしゃるんですけど、その方に似顔絵描いてもらって、でボードゲーム遊んでる姿をっていうんで、そのトップバナナを遊んでる姿を、絵に描いてもらって、それを今あのプロフィールで絵にして画面にして、使っております。それくらい大好きですね。これはまあベタかもしれないですけど、ドイツのボードゲーム大賞取ったあの花火、あれが大好きですね。あれは、なんですか、自分のは見れないけど相手のが見れて相手に伝えてとか、そこら辺のね、あの少ないカード少ないルール、あれです、あれだけ面白いね遊びを作るっていうのは本当にすごいなと思いますね。最近直近で買ったゲームなんですけど、ですね、今年の2020年のドイツボードゲーム大賞を取ったあのピクチャーズってやつを買ってみました。これはなんだろう、こう自分が課せられたお題の絵をこう紐とか棒とかカードとかでこう示し合わせて、それを当ててもらうみたいなゲームになるんですけど、まだちょっとね未プレイなんで、早くやってどんな感じかちょっと実体験してみたいななんて思ってます。直近でプレイしたゲームっていうと、もうほぼ日課になってるんですけど、ドラクエ10になりますね。今スイッチでやっています。でドラクエ10はもう発売してすぐの頃からなんだかんだ言ってずっとやっています。一応その最後終わるまで付き合おうかなとは思っています。で最後に一言なんですけど、もうまだまだにわかでございますので、よろしくお願いします。にわかですよ。にわかでしょ。まだまだ上には上がいらっしゃいますから。